こちらの大変にボーボーに雑草だらけのえらいことになっちゃった畑1号の中にあるであろう芋、沖縄芋を掘りに行きたいと思います。プランとしてはとりあえずちょっとイロハが先に入っちゃってるけど、人間が入って作業できるように草を切って、で芋をまあ見えてますけど探して、でちょっと端っこから掘ってみようかと思います。芋のなんかできる季節とかがないから、できる目安の時期ぐらいまで来たんですけど、本当にできてんのかなっていうのと、この辺は遊び場第2号に変身させたいので、ちょっと早く芋だけ掘りたいなと思ってるので、今日はちょっとチャレンジしてみたいと思います。あなたがしなしなになっちゃいました。もしもし、おじいさん起きてますか？羽がもう、羽の力が抜けてどっか行っちゃってるけど大丈夫？今日ものんきな半分リタイアしたそなたです。です。ダルは、90% 喧嘩鶏です。なのでとても体が大きいです。ほら、ちゃんと立ってごらん。すんごいよ。おお、どっか行かない、どっか行かない。はい、
この人は隣の喧嘩取りのところが、超オープンだったので9割喧嘩取りのお母さんと 100% 喧嘩取りのお父さんの間に生まれた、多分喧嘩させたらすごい有能な人材です。でもうちでのんびり団体で暮らしてますね。お母さんが、この子たちを手放すタイミングですごいお腹を空かせているところにつけ入って、おーご飯だよって言ったら兄弟5つ全部まとめて、あーご飯だって普通に正面から入ってきて捕まえました。やだね。なので中火なからうちで飼ってるので、最初はあんまり懐いてなくて、で今もあんまり懐いてないけど、でもね、まあまあだよね。大人になるにつれて喧嘩する頻度が増えたらケージにしまわないといけないかなって思ってたけど、この子たち意外に社会性があって最初からグループで生活してるから誰もあまり問題を起こさずやってます。いい子なんだよね。というわけで今も元気にやっております。最初このダルっていう名前はダルメシアンっていう名前だったんですけど、この体がもともと白に黒い点々、この尻尾と同じような模様があったから、あこれはダルメシアンだねって言ってたんだけど、その後にお父さんの綺麗なこの金色の遺伝子が急にバーって出て、なんか違う色になっちゃったからダルじゃなくなっちゃったんだよね。でもいいんです、それで良いのです。この子あんまり喧嘩早くはないんだけど、結構なんか一匹狼的な感じで、そんなに仲のいい子はあんまりいないと思います。普通に今でも兄弟とは比較的仲がいいけど、でもこの子は結構ポツンと真ん中に誰もいないところにいたりします。以上、今日のニワトリのダルでした。